こんにちは、こんばんは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、こんばんは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ネクタリスのステージ8を攻略します。月面を舞台にした近未来戦術シミュレーションゲームなのぜ。それでは、ゲームスタート。ネクタリス、バイ、ハドソン。ステージ8のパスワードはあらたすね。ステージの名前がそのままパスワードになっているのぜ。戦闘開始よ。このマップは中盤の山場で難易度はかなり高いと思うわよ。ユニットの数が多くて難しそうだな。まずは、敵襲に備えて陣形を整えます。右側には外地軍が展開してるんだけど、スクロールしないとわからないな。ムンクス登場のペリカンとバイク兵のドレイパーを、守りながらおとりにするわよ。罠を張って待ち構えるのぜ。ドレイパーは道路上最速のバイク野郎よ。工場にもたくさんのユニットが入っているな。移動力が高い航空ユニットから優先して発進させるわよ。ペリカンには何を積んだんだ。ヤホーモノケロス。強力な大砲を装備した最強の対地攻撃ヤホー。射程も長く威力は絶大よ。輸送中に撃墜されないように注意なのぜ。外地軍にもドレイパー、ペリカンが配備されてるわね。ハンターが2部隊いるのも脅威だな。ハンターが来たわよ。予定通りドレイパーを狙ってきたな。この防御力なら全滅はないわね。しっかりと守りきったな。今度はファルコがペリカンを攻撃してきたわね。これは、やばくないか。ひえー、セーフ。危なかったわね。歩兵がやられたら終わりだからな。外地軍は悠々と部隊を展開しているな。私の部隊はこじんまりと進軍しているのにね。周囲を警戒しながら進軍しないと痛い目に遭うのぜ。もう一部隊のハンターはこっちまでは来れないみたいね。ホークアイに守られているし撃墜は無理かな。ホークアイもろとも葬るしかないわね。外地軍の工場にはモノケロス、バイソン、ジャビー、ミュール、ヤマアラシ、シーカー、ムンクスが格納されているわね。ハンターいなくてよかったな。そうポンポン出されても困るわよ。今まで楽勝で買ってきた優秀な指揮官が何を言ってるんだ。ハンターは、やっぱり怖いわよ。外地軍、フェーズ終了です。さあ、反撃開始よ。まずは、ファルコでファルコを攻撃効果攻撃ね。攻撃力999これは、全滅確定だな。よしよし、予定通りね。ホークアイで奥のハンターを攻撃。惜しい？次はどのユニットで攻撃しようかしら。おい、ドレイパーでハンター落とすつもりか。やってやる、やってやるぞ。で、電気撃墜だと。無茶しちゃいました。デヘペロ、大金星だな。もう一部隊のハンターにもとどめを刺すわよ。攻撃しないんかい？頭で作戦会議してるのよ。ちょっと待ってね。これは楽勝だな。しかし、何でシーカー余ってるのに、ドレイパーでハンターを攻撃したんだ。これがわからない。何言ってんだ、この腐れまんじゅうは。ジャビーで攻撃したいんだけどホークアイが邪魔ね。ジャビーで直接叩くのか。2部隊いるから撃破できるかな。爆撃、開始。制空権確保のために頑張ってくれ。次の攻撃で撃破できそうね。シーカーがそばにいるけど、大丈夫か。シーカー一部隊ごときじゃ何もできないわよ。ハンター二部隊撃墜できたのはやっぱり大きな。ホークアイはミサイル一発も撃たないで退場だな。わら。このフェーズの攻撃はこれで終わりかしらね。
あとは、残りのユニットを進軍させるのぜ。チューリップ工場を占領することも忘れちゃダメよ。ここに、モノケロスを設置します。ついにモノケロスがデビューだな。モノケロスは周囲6マスの、敵地上部隊をすべてやっつくすのよ。恐ろしい一角銃だな。イラストは可愛いけどね。ムンクスをチューリップ工場の横に下ろします。このままだと地上部隊に倒されてしまうので、パルコ隊で守ります。あとは、工場からユニットを発進させてフェーズ終了だな。連合軍、フェーズ終了です。まずは、ムンクスを倒したいから、邪魔なファルコ隊を攻撃してきたわね。これでムンクス隊は守りきったな。支援効果で万全の防御力。最前線は飛行ユニットで固めてあるから、第一軍は、これ以上攻めてこれないわね。第一軍は戦線を後退しているな。モノケロスの攻撃にビビって逃げているのね。第一軍はモノケロスを、まだ設置しないみたいだな。設置前に撃墜してやるわよ。第一軍、フェーズ終了です。後方部隊を前進させます。ペリカンを戻して工場で待機している、ムンクス隊を迎えに行きます。大活躍のドレイパーも工場に戻って修理なのぜ。それじゃあ、攻撃に移るわよ。モノケロス、戦闘シーン初登場なのぜ。見せてもらおうか、最強や砲の性能とやらを。まあ、デビュー戦はこんなもんだな。モノケロスは経験値が増えてからがエグいのよ。全滅させて欲しかった。チャリーでモンスターを包囲効果攻撃。この攻撃にはモンスターの装甲も神同然なので。仕留め損ねたシーカーにもとどめを刺します。よっしゃ。作戦会議中。モンクス登場中のペリカンを攻撃します。誘爆した。これは、ラッキーね。作戦会議中。今度はモノケロス運搬中のペリカンを攻撃します。今回は浮き漏らしたな、わら。残りはシーカーで落とします。
中に撃墜するのはお得感があるな。まあまあ、って感じね。中立工場いただきます。これはもう、連合軍の勝利は決まりだな。ユニット数3倍だからね。あとは、消化試合だな。ということで、倍速です。制圧完了。連合軍の勝利です。今回も楽勝だったわね。お疲れ様でした。霊夢疾患は優秀なのだ。今回はネクタリスステージ8
をクリアしました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。